RB193 の回転式水力変更のゼルロールスロイスマントルボ RB193 は1960年代半ばにロールスロイスリミテッドとマントルボ社が設計、製造した水力変更式ターボファンエンジンである。このエンジンは VFW バック191バイト垂直離着陸機のみに搭載されて飛行テストが行われたが バック191バイトの開発計画が発揮されたことで RB193 も量産されることはなかった。もともと VFW バック191バイト計画の要求に合致するように設計された RB193 はロールスロイス・マントルボで共同開発されたエンジンであり、設計作業は1965年12月のドイツ。 連邦国防省との契約の締結後に開始された。ブリストル指導ー社がこのエンジン用の部品製作の二次契約者となった。RB193 の設計概念は、初期のロールスロイスペガサスと近い関連を持ち、スペーと同じ内部流路と高温、低温を組み合わせた回転水力のツルを備えていた。VFW バック191バイトでの優作。 飛行テストは1966年に始まり、1971年10月には、ブレーメンで初の自由ホバリング飛行が実施された。1972年10月には、マンチェイングで空中停止から全身への繊維飛行に成功した。1975年のテスト計画終了までに、RB193 は合計12時間の飛行時間を重ね、 91回の飛行を実施した。VFW バック191バイトに搭載された RB193 から12エンジンがミュンヘンのドイツ博物館に展示されている。外反が外され回転ノズルと回転機構を見ることができる。データフロムガンストーン。ありがとうございます。